どうも、本日はランニングは骨で走れという内容でお話しさせていただきます。本日の動画最後まで見ていただくことによって、最小の力で楽に体を前に進められる走りに変わりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずランニングで体を前に進めるためには、筋肉で体を前に進める走り方、骨で体を前に進める走り方、筋肉と骨両方使って体を前に進める走り方、この3つがあります。だいたい5キロぐらい走ると疲れて失速してしまったり、足が重くなってしまうような方は筋肉を優位に使って体を前に進めてしまっています。特に使われやすい筋肉がふくらはぎの筋肉です。体を前に進めるためにふくらはぎの筋肉を優位に使ってしまうと、すぐふくらはぎが張ってしまうということが起きてしまいます。しっかりと骨を使って体を前に進められるようになれば、どの筋肉もほとんど疲労することなく長く走れるようになります。特にジョギングなどゆっくりのペースであれば、本当にどの筋肉も疲れることなく長く走れるようになります。では筋肉を優位に使って体を前に進めている方と、骨をしっかり使って体を前に進めている方、何が違うかというと、2つ大きな違いというのがあります。まず1つ目が、最後地面を押して体を前に進めるときに、足のどこで地面を押しているかの違いにあります。筋肉を優位に使って体を前に進めている方は、最後地面を押すときにかかとをぐっと浮かせて、つま先のあたり、このあたりでぐっと地面を押して体を前に進めています。でこのつま先のあたりで地面を押して体を前に進めてしまうと、ふくらはぎの筋肉にものすごく負担がかかってしまいます。ふくらはぎの筋肉は瞬発的な力を発揮することが得意なので、確かにスピードは出やすいんですが、この筋肉を優位に使ってしまっていると持久力はない筋肉になるので、このようなつま先で地面を押すような走り方をしてしまっていると、最初はスピードが出ていても5キロぐらい走ると、もうふくらはぎがどんどんパンパンに張ってきてしまって失速してしまうということが起きてしまいます。一方でしっかり骨を使って体を前に進められている方は、すねの骨の真下、足裏でいうところの外くるぶしと内くるぶしを結んだ線のちょうど真ん中のあたり、ここうなと言われているところなんですが、最後地面を押し出すときに、このうなで地面を押して体を前に進めている、そのような走り方ができている方は、骨を使って体を前に進められています。このうなを使って地面を押すことによって、膝や足首周りの筋肉を使わずに体を前に進められるようになります。でかつお尻の大きい筋肉を使いやすくなるので、しっかりお尻が使えるようになってくると、スピードも出しやすいですし、かつ長い距離走った時にも失速することがなくなります。そして2つ目が腰の姿勢です。筋肉を優位に使って体を前に進みやすい方は、腰が少し丸くなって走ってしまっています。腰が丸くなってしまうことによって、重心が後ろに残りやすくなります。この後ろに残った重心を地面を押して体を前に進めるためには、余計にお尻やももの後ろやふくらはぎなど体の後ろの筋肉を使って体を前に進めなければいけません。一方で骨で体を前に進められている方は、腰はしっかりと立っています。この腰は丸くならずにしっかり立てておくことによって、地面を押した時の反発力の上に重心を乗せておくことができるので、お尻やももの後ろやふくらはぎの筋肉を過剰に使わずに、少しの力で体を前に進められるようになります。つまり腰の姿勢によって重心の位置が変わるので、この重心位置の違いによって筋肉に求められる活動量というのが変わってきます。ですので最小の力で体を前に進められるようになりたい方は、すねの骨の真下でしっかり地面を押して、かつしっかり腰を立てておく、この2つをしっかり意識していただくことによって、楽に体を前に進められるようになります。ですので本日は筋肉を優位に使ってしまっているジョギングと、骨を使って体を前に進めているジョギング、2つ動画撮っていますので、ぜひ見比べていただければと思います。着地した時に重心が後ろに残り、つま先で地面を押しているため筋肉に大きな負担がかかってしまいます。着地してから重心がスムーズに前に運ばれ、うなで地面を押しているため筋肉への負担が少なく、骨で体を前に進められています。はい、実際に筋肉を優位に使ったジョギングと、骨を使って体を前に進めるジョギング、2つ動画見ていただきましたが、もっともっとスピードを出していきたい、その場合は骨を使った走りプラスアルファで筋肉も使った方がよりスピードは出てきます。結構コメントとかでもあるんですが、うなで地面を押すのは確かに足は楽なんですが、ちょっとスピードが出しにくいですというコメントをいただくことがあります。で確かにふくらはぎの筋肉も使ってあげた方が瞬発的に体を前に進められる筋肉になるので、よりスピードが出しやすいのは確かです。ただうまく走れていない方は筋肉だけを優位に使って体を前に進めてしまっているので、まずはしっかり骨を使って体を前に進められる走り方というのを身につけてください。その走り方をしっかり身につけていただいた上で、うなよりも少しだけつま先寄りのあたりで地面を押していただくことによって、骨も筋肉も使って体を前に進められるようになります。でこのような走りの方がスピードも出しやすくなります。
ただ最初からつま先のあたりで地面を押すようにしてしまうと筋肉優位の走りになってしまうので、必ず骨を使った走りを身につけてから地面を押す位置を裏から少し前にずらしていただければと思います。ということで本日は最小の力で体を前に進められる骨を使った走りというのを覚えていただきました。この走り方は楽に速く走りたい方だけでなく、筋肉を過剰に使わないのでダイエット目的の方や足を細くしたい方にもすごく有効な走り方になりますので、どのランナーの方もぜひしっかりこの骨を使って体を前に進める走り方というのを身につけていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。